レディバー、レディバー、強くなれるのよ。どうも、エッセルと火属性の女王ミザです。本日はね、こちらの、火属性マグナ編成よろしく頼む。ということで、まああのあれだよな、お前さ、7月に古戦場あるあるみたいな土属性の編成上げる上げる言うて上げてるけど、6月にドバがあるのをご存じないと。6月にですね、ドレッドバラージュっていうイベントがありまして、まあ、これが非有利なんだよな、うん、風属性の敵、火属性の敵なんだけど、ちょっとそこに備えずになんか土言うてんのはもうキモいんじゃないと。ミザ君、君はちょっと気持ち悪いよと、そう言われたらグーの音も出ないということなんで、ちょっと今回は6月のドレッドバラージュに備えて、あれですね、火属性の編成についての話をしていきたいなというふうに思います。まあ、今回は大枠の話をしていこうかなというふうに思ってて、まあ、というのもアグニス編成に移行しようか悩んでますみたいな、うん、コメントがあるんですよね。散見されるんですよ。なんでまあちょっとそのあたりについて語るんですが、まあ、まず初めに結論から言うと、これちょっと前に動画出したよね、移行するのにおすすめの神石みたいな動画を出したんだけど、火属性はね、あんまりおすすめしないです。アグニス移行するのちょっと難しいんですよね。基準点としては、まあ、戦場2、3本なんですよ。戦場2、3本あれば、まあパワー的に問題ないかなっていう感じなんですけど、正直コロマグ編成でも、まあ、頑張ればそこそこ頑張るだけで結構強いパワーを得られるかなっていうふうに思ってます。はい、まあ、理由としては、まあ、装備がね、コロツエが主になってくるからかな。うん、まあエッケザックス使うじゃんって思うかもしれないけど、まあエッケザックスもエッケザックスいいんだけど、まあコロツエが俺の中では強いと思ってて、うん、っていうのも EX スキルがあるからなんですよね。この EX スキルをつけたコロッサス剣の染めの編成ですよね。と、まあ、あとレリックバスターの存在によって、まあ、ドレッドバラージュは流せそうかなっていうような印象。うん、まあ、装備でこんな感じにしてみたんだけど、まあ、メイン武器で見てみると、メイン武器はあれね、今回天使武器にしてるからちょっと武器枠的に広がってるけど、まあ、メイン武器を何かしら別のものにしたら、まあ、コロツエ1本削れるかなみたいなような状態です。はい、まあ、あとは他に EX スキル、 EX スキル付きの、まあ、ゼノイフリートの斧とか、まあ、適当にぶっ込んだり、まあ、ここら辺の新境系の、まあ、こんな感じか、まあ、コロツエ3本4本とかになってもいいかなって思うんですけど、まあ、大体こんな感じですわ。うん、でじゃあこの編成のパワーを教えてくださいと。お前なんかそんなこと言うてるけど、この編成のパワーってどんなもんなんじゃいと、まあ、ちょっと見せますね。結構高いっすよ、この編成でも。割とここでも流せるかなっていうぐらいのパワーは感じてて、まあ、ちょっとレリックバスター、レリーバーちょっと見せようか。まあアラナン、別にアラナンいなくてもいいんだけど、まあ、アラナンいるとこう魅力的に見えるかなってことでいきます。ほら、デバフなしね。デバフなしでも、まあ大体こんぐらい。レリックバスターは通常攻撃の4ダメ、マシンセール消費してなくても高いのかな。まあなんか50万ぐらいあるんですよ。で、まあ他の低いやつでも35万ぐらい。もうデバフあったら減衰は出るよねっていうぐらいの圧倒的なパワーを感じるんですよね。だから意外とこうマグナ編成も突き詰めの詰め詰めの詰め詰めすれば、まあ、上等なダメージは出せると個人的には思ってます。うん、レリックバスターアラナン、うん、まあアラナンはいらねえけど、まあパワーはあるっていう話だな。で、まあこれをここからさらに俺は伸びしろがあって、まあこのコロッサス剣の EX スキルだよな。このコロッサス剣の EX スキルをまあ3本ないし4本入れるってコロツ言ったけど、それに全部つけるんだよね。攻撃力とか渾身とか適当にぶっつけたらもうめちゃくちゃ火力上がりますわちょっと何向けの話をしてるかっていう話になってるんだけど、まあ、火力はより上がるというふうに考えるとかなり優秀なんじゃないかなと思ってて、まあ、ニーラカンタ、ダメージの計算機とかを用いるとニーラカンタとかって結構2、3本とか入ってくるんですよね。なんだけど、まあ、EX スキル考慮すると1本ぐらいまで抑え込めるんじゃないかなと思ってます。まあ、ニーラカンタ1本あると便利だな。フルオートに関しても便利なんだよな。守護ついてるから HP が上がるから、まあ、守護ついてる分ニーラカンタは便利なんだけど、まあ、1本、逆に言うと1本あればフルオートでも、まあ、使えるし、でまあフルオートだったらエッケザックス使ってもいいんだけどね。うん、
まあ、そのあたり考えると、まあ、パワーが出せる HP100% でも結構パワー出せるし、まあ、逆にじゃあこれを戦場編成でやろうとするとね、ちょっとやっぱあのパワーを超えるのにだいたい戦場2-3本、さっきも言ったけど 2-3 本ぐらい欲しいかなっていう感じなんですよね。でそこからさらに終末武器、まあ終末武器も作らなきゃいけないわけですよ。まあマグナ編成と添い遂げるか上石編成と添い遂げるかっていう話もあるんだけど、まああのマグナ編成の終末を作りまして、じゃあ無課金の武器を何かしら突っ込まなきゃいけませんと。そう、無課金の武器を何かしら突っ込んでそのパワーを底上げするアグニ先生しなきゃいけないですよってなるんだけど、無課金の武器でね優秀なのがねちょい少なめなんだよな。例えばだけどこれ俺イービア HL のフルオート編成なんだけど、まあ、無課金の武器がこれだよね、パラスだな。まあそれ以外は普通の、まあ、虚空槍とかドラポンとかなんだけど、まあ、他の武器はリミテッドリミテッドリミテッド、キャラクターの季節限定キャラクター武器みたいな感じで結構高めにお高めになってるんですよね。無課金の武器で優秀なのってパラスの剣、しかもこのパラスの剣も高人大守護小だ守護中だしなこれをありがたがってるという現状が逆にちょっと危険説はあるんですけど、うん。まあ、他にも、バルムンク守護大の排水晶ですね。まあ、この辺りは優秀って言われてる無課金武器なんですけど、まあ、逆に言うとそれ以外で優秀やねーみたいなのってないかな。カラダンダ、カラダンダはまあ心境がついてるからワンチャンって感じですけど、うん、まあやっぱこう剣手系のスキル欲しいなってなるとドスもしくはディアドリックハートみたいな感じで課金キャラクターの武器の4凸が必要になってくるし、ちょっとこうアグニスを何にせよね作ろうと思ってます、なんかこう考えてますみたいな人って少しね難しいんだよな。うん、なんで個人的にはちょっと難しいかな。アグニス遠征をこう何も考えず作りますっていうのはちょっとおすすめしないかなっていう風に思ってる。逆に言うとマグナ編成は装備さえかっちり揃えてしまえばパワーは感じられるぐらいの編成にはなってるかなと今思ってて、うん、まあ、こういう編成もありだしフルオートで考慮するとオールドエッケザックスぶち込んでもいいしみたいな、まあ幅的にも広いですよね。さらにちょっと HP 欲しいなって思ったらブラフマンシミタ、まあ、これも無双と守護がついてるから HP 上げたいよってなったら、しかも連撃も稼げるしね、連撃稼ぎたい HP 稼ぎたい両方やらなきゃいけないのがリーダーにとって辛いところだなってブチャラティも言ってたよ。ブラフマンシミタを入れて HP を上げたりすることもできるし、まああの下手なアグニス編成であればコロ編成の方がいいよみたいな感じで言われることってあると思うんだけど、そのじゃあいやでも俺コロッサス編成サボりたいんだ、もうその通り分かります、気持ち分かるんだけど、あのアグニス編成がじゃあそのコロッサス編成の部分を超えるのはちょっとね思った以上にパワーがいると思う、みんながやろうとすると、うん。なんで個人的にはまあマグナ編成おすすめっていう話だな。マグナ編成はパワーが高い、うん、まあここから EX スキル厳選でパワーも伸びるし、まああのフルオートで考えるとコロコロ編成で心境も伸ばすことができるし、で HP 欲しかったらニーラカンタ増やしてもいいし、さらにブラフマンシミターを増やしてもいいしと、もう受け幅広いんですよねコロマグ編成って現状でも。まあ最大パワー HP100% 時点のパワーとか水着増位採用して排水ゴリゴリのパワーとか、まあそういうのはやっぱないですよね。魅力的な意味で言うとそのやっぱね、ウィルナスフィンガーも微妙だし、正直排水ってなんだよみたいな、まあそんな感じになってるわけですが、まあそれでもね、まあ最大打点こそ低いもののトータルバランスはそこそこいいんじゃないかなと個人的には思っておりまして、マグナ編成を極めてみるというのもまたご一興ではないでしょうかという、そんなご提案でございました。はい、まあ、そんな感じで、俺が今マグナ編成に思っていること、まあ、次のあのドレッドバラージュに備えてマグナ編成に思っていることだけど、マグナ編成はねパワー高いよ、うん、特に多分またレリックバスターの恩恵を受けると思うし、まあ、あのレリックバスターのメイン武器としてこの風ダメ軽減非攻撃アップっていう、まあ、天使武器があるから、まあ、天使武器強化の方が重要かもしれない天使武器って4凸しないと風ダメ軽減ないよね、全体の火属性攻撃アップとかだから風ダメ軽減がつく、あのもしかしたら天使武器4凸しておいた方がいいかもねみたい な個人的にはそんぐらいかな、うん、週末、まあ、週末もあるともちろん便利だけど、何にせよ
あれだな、俺はマグナは強いと思ってるっていうことで、まあ、もしちょっと少し悩んでるな、アグニ先生に行こうっていう人はコロマグを今一度見つめ直してみるのもありかもしれん。そんな話でした。俺が今マグナ編成に思ってることでした。参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。レディバー、レディバー、強くなれるのよ、レディバー、レディバー、ふふふ。